るしな、はい、オッケー、はい、では一応ハットトリートでご紹介、ハットトリートで、はい、はい、よろしくお願いします。はい、まあでも一応形やから言うとこはな、はい、誕生日おめでとう。じゃあ俺ね、基本ね、あんまりあのお祝い事とかああいうの苦手やね。なんかそういうのもうどうでもええやんって言うけど、もう楽しかったらええし、別になんかその区切り区切りっていうのなんかね、日本人決めたがるけど、そんなんどうでもいいじゃん、ね、でも今日ね、あでもなんかこうやってあのなんか仲間が集まるってね、そっち側の方がすごいなと思って、うん、な、うん、後ろもやっぱりね、人徳やね、ね、じゃあ、 お祝いの歌は用意してないんだけど、あのハットトリートの、 あのエロもっとエロくなってくださいということで、はい、イザナウっていう曲を、はい、エロいやつや、エロいやつ指さしたい。違いを深くは感じて
この男前でエロくなられたらちょっと困んねんけどな。うん、ほんまに。いや、まだエロくないと思う。彼はまだエロくないと思う。まだまだ、まだまだ青い。まだまだ青い。そう、これぐらいふてぶてしくない。それはあかんねん。せえへんよ、季節感ないよ、どういうことやねん。T シャツやこれだけ夏や。夏や、夏や、今頃気づいたんか。あのいつもこんなや、こんな変な先輩に囲まれるな。ちょっと悪い影響を受けやんようかな。ちょっとよう見とかな。じゃあ行きましょうか。はい、
ください。